股関節周りの大きな筋肉を一緒に動かして効率よくお腹をキュッと引き締めましょう。始めましょう。ウォームアップから始めます。足は腰幅にして腕を W にしておきます。手のひらを前に、吸う息で胸を開いて横にステップ、吐く息で足を中央に戻して、次の吸う息で逆側にステップしていきます。吸いながら肩甲骨をキュッと寄せて横にステップ、吐く息で足を中央に戻して、次の吸う息で逆側にステップしていきましょう。リズミカルに動きながらどんどん心拍数を上げていきます。体を温めてこの後の筋トレの効果を上げていきましょう。ウエストをキュッと引き締めていきましょう。股関節周りの筋肉もよく使います。肩幅を広めで立って頭の後ろで手を組んで、つま先を30度外に向けます。吸いながら両膝を曲げてツイスト、吐く息で体を中央に、次の吸う息で逆側にツイストしていきましょう。吸いながら両膝を曲げてお尻裏腕をよく使って、吐く息で体を中央に戻して、次の吸う息で逆側にツイストしていきます。下腹部とウエストを両方キュッと引き締めていきましょう。同じように肩幅より広めで立って、つま先を30度ほど外に向けます。吸いながら両膝を曲げて、吐く息で膝を2回持ち上げていきます。吸いながら両膝を曲げてお尻裏腿をよく使って、吐く息で膝を持ち上げながらウエストをキュッと引き締めていきましょう。動くスクワットをしていますので、体幹の筋肉で体のバランスを取りながら行ってみてください。腹部を引き締めていきましょう。足は腰幅で立ちます。両肘を曲げます。吸いながら両手を上げながらバックランジ、吐く息で膝を持ち上げながら立ち上がっていきます。吸いながら両手を上げながらバックランジ、体幹の筋肉でバランスを取りながら、吐く息で膝を持ち上げながらお腹をギュッと引き締めていきましょう。片足になりながら動きますので、お腹を緩めないように気をつけてください。腹部をキュッと引き締めながら股関節周りの筋肉を使っていきましょう。吸いながら片足をバックステップ、吐く息で膝を高く持ち上げながら戻っていきます。吸いながら片足をバックステップ、お尻と裏腿をよく使います。吐く息で膝を高く持ち上げながら腹部をしっかりと使っていきましょう。No, because
逆足を行っていきましょう。腰に手を当てて足を腰幅にします。吸いながら片足を後ろにバックステップ、吐く息で膝を高く持ち上げながら下腹部をよく使っていきます。吸いながら片足をバックステップ、お尻と裏もの筋肉を意識します。吐く息で膝を高く持ち上げながら下腹部をしっかり使っていきましょう。腹部を引き締めながら肩甲骨周りも動かして代謝をどんどん上げていきましょう。足は腰幅で立ちます。吐く息で両肘を下げながら片膝を高く上げて、吸う息で両手を上げて足を入れ替えていきます。息を吐いて肘を下げながら膝を持ち上げて、吸う息で両手を上げながら足を入れ替えていきましょう。ウエストをキュッと引き締めながら股関節周りの筋肉をたくさん使ってどんどんカロリー消費を上げていきましょう。肩幅を広めで立ってつま先を30度外に向けます。吸いながら両膝を曲げてツイスト、吐く息で体を中央に、次の吸う息で逆側にツイストしていきます。吸い続けながら両膝を曲げてツイスト、吐く息で体を中央に、次の吸う息で逆側にツイストしていきましょう。骨盤の位置を変えないように体をツイストしてウエストをキュッと引き締めていきます。お腹全体とウエストを引き締めていきましょう。足を前後に広げて立って、膝を曲げた時に90度ぐらいで足を開きます。吸う息で両足を曲げてランジ、吐く息で片手を上げながらツイストしていきます。吸いながら両足を曲げてランジ、吐く息で片手を上げてツイスト、吸って戻って吐いて逆側にツイストしていきます。ツイストするときにウエストを意識をしてひねってみてください。体幹の筋肉でバランスを取りながら動いていきましょう。逆足も行っていきましょう。右足を前に、左足を後ろに引きます。軽く拳を握って両肘を曲げます。吸う息で両足を曲げてランジ、吐く息で片手を上げながらツイストしていきます。吸いながらお尻や裏腕も使いながらランジ、吐く息で片手を上げてツイスト、吸って戻って、次の吐く息で逆側にツイストしていきます。It's a bit
サイドランジをしながらウエストを引き締めていきます。頭の後ろで手を組みます。肩幅の2倍以上の足幅で立ってください。吸いながら片膝を曲げて上半身をツイスト。吐く息で体を中央に戻して、次の吸う息で逆側に足を曲げていきます。吸いながら片膝を曲げてサイドランジ。上半身をツイスト。吐く息で体を中央に戻して、次の吸う息で逆側の膝を曲げていきます。最後のエクササイズ頑張っていきましょう。腹部とウエストをキュッと引き締めていきます。肩幅より少し広めで立ちます。頭の後ろで手を組みます。吐く息で膝を持ち上げて2回ツイスト。吸う息で入れ替えていきます。息を吐いて膝を持ち上げて2回ツイスト。吸う息で足と手を入れ替えていきます。ニートゥーエルボーを2回ずつ行っていきましょう。肘を近づけるというよりも逆側の肩を近づけるイメージでしっかりと体幹をツイストしてみてください。最後ストレッチしていきましょう。運動で使った体の背面や肩甲骨周り、そして胸の筋肉なども伸ばしていきます。後ろで手を組みます。足幅を広めで取って、吸う息で背筋を伸ばして、吐く息で体を前屈させていきます。気持ちよく体が伸びるところで前屈を深めて、そのまま拳を床に近づけていきます。深呼吸を繰り返していきましょう。鼻からたっぷりと息を吸って、吐く息でゆっくりと体を起こしていきます。最後は体側を伸ばしていきます。右の手首を左手で持ちます。吸いながら体側を気持ちよく伸ばして、吐いて緩めます。左の手首を右手で掴んで、吸いながら左の体側を伸ばしていきましょう。息を吐いて緩めていきます。お疲れ様でした。Safety zone.